はいえー、と今回はですね、水竹クランド監督のですねマニアックドライバーという映画について、えー、お話ししたいと思います。えー、このマニアックドライバーですね、ひ、まあ、一言で言うと、ジャパニーズジャーロということでですね、まあ、いかにもということで、まあ、ダリオ・アルジェントであるとかですね、マリオ・バーバですね、そういったところの影響を受けたですね、まあ、ジャーロというあのイタリア製のですねサスペンススリーラーというジャンルがありますけども、その中の延長線上の流れということで、 まあ日本製ジャーロといいますかね、まあ、日本のジャーロということで、まあ、そういうコンセプトで作られた作品ということでですね、早速拝見させていただいたんですけれども、えー、まさにですね、ジャーロということが言えるかなと思いますので、すごくね、力作ですのでね、少しね、この辺についてお話ししてみたいと思います。まあ、この映画ですね、えー、夕張国際ファンタスティック映画祭2021ということでですね、まあ今年は、えーまあ、オンライン開催ということなんですけれども、その中のですね、 まあ、いろんなジャンルがあるんですけども、フォービデンゾーンという中の一本ということでご紹介があったんですけれども、まあ、どういう話かというとですね、まあいいかあのいわゆるこうジャーロなんですけれどもあの、タクシードライバーですね、まああのマニアックドライバーという名前の通りですね、あのドライバー、タクシードライバーが主人公なんですけれども、まあ彼がですねまあマニアックという通りで,です、ね、マニアックなわけですよね。えー、ということでですね、まあ,あの女性をね、えーと 獲物にしていくというような話なんですけどもね、まあ、この女俺、えー、俺と死んでもらうというようなことを言ってですね、あのまあ、タクシードライバーがですね、まあ、藤永というねタクシードライバーなんですけれども、あのまあ、乗客をですねこう品定めしているというような,ようなところで、ですね、まあ、女性をねあの、要するにこう1人、ね、獲物にしてですね、まあ、この女性を殺して自分も、えーまあ、死んでいこうというようなことをね考えてですね、いろいろとこう。 動いていいてくという話ですねまあ中,に触れ中身に触れるのはね、なかなかこう禁じ手ですので、そのぐらいにしておきたいと思いますけど、まずですね、冒頭のシーンからね、これ、すごくびっくりさせられると言いますかね、あの、まあのまダレオ・アルジェントで言えば、こう祝祭ですよね。あの 色彩効果といいますかね、まあ、照明だったりねするしますけども、まさにですねこう豪華絢爛のね色彩がランプするということで、ですねむしろどちらかというとこう、まあ、アルジェントもそうなんですけど、マリオ・ブ・アーバーって言いますかね、マリオ・ブ・アーバーだとこうねあの照明の効果で赤だったり緑だったりね、ね黄色だったりということで、まあ、そんな中で,、ね、であのい,わゆるいわゆるですむごたらしい事件というのが起きていくわけですけども、まあ、ちょっとそれを放出させるといいますかね、そんなところがある、冒頭から本当につかみが OK と言いますかね。 そんなところですねあとですねこう肉体の破壊といいますかね例えばこうどちらかというとこうイタリアンホラーですねあのエロとグロというふうに言われますけどエロの部分って結構大きいですよね、まあ、イタリアの,、ね、あの美人、えー、女優がねこういろいろとこう裸になってです、ね、こういたぶられるみたいなところって結構あるわけですけども、まあ、こちらの映画もですねやはりこう、ね、あのいろんなところにこうね ナイフが突き立てられるんですけどもそこのシーンががちょっとねねえぐい感じすするんですよ、ね、もう本当にむしろそういったとこどちらかで言うとあれでしょうかねあのマリオ・バーバーでもあるんですけどどちらかで言うとこうあれですかねルチオフルチ的なところというのもねあるかなという感じがして本当にねですねあのイタリアのジャーロのね傑作に対するオマージュと言いますかねそんなものがねたくさんあの込められているというところなんですよね、まあ、ただですねそうとは言ってもですねまあそこがあのいわゆるこう 真似と言いますかね、いわゆる凡庸な監督だとそういう真似に終始してしまうんですけども、さすがあの三崎監督だけあってですね、その中でもですね、こうずっと今まで三崎監督が作ってきたねあの作風であるとかですね、あの個性ですよね、あのそういったあのいわゆる三崎クランド的刻印というんでしょうかね、そういったところがあってですね、ちょっとね、あのずっとこう一連の作品ですね、ずっとこうフィルムグラフィーねあの、全部見てる私としてはですね、あのやっぱり三、ね、崎さんらしいなという感じがしてですね、 あのすごいねあのやっぱりジャーロをうまくね巧みにだからむしろなんですかねジャーロを三ツ竹監督が撮ったというより、ね、三ツ竹監督風のジャーロっていうんですかねあのそういうあのいわゆる要素も組み込んだと言いますかねあくまでも三ツ竹監督の映画になってるというところがねすごくあの感心しましたね本当ににいうところですねであとねあの細かいところをね次からお話ししていきたいと思いますけどまず冒頭のところですねああああの、まああのののまイタリア製のねじゃ スリラー映画のことジャーロって言いますけど、このプロデューサー名のところが結構面白かったんですよね。あの、ちょっと個人的なツボなんですけどね。あの、赤井まみさんがねあの、制作組織プロデューサーということなんですけどね。あと、まあ、本当にですね、資材を投げ打ってね、お金を投じられてですね、作られたということですけど、あと、福田マリオさんがあの制作、もう一人の,あの制作プロデューサーなんですけど、これがちょっとあの個人的なツボなのですね、福田マリオさんという名前であの、プロデューサーという名前出てますけど、 えとこれ英語でですね英語名でねタイトルが出るんですけど、マリオ・福田っていう風に名前が出るんですね。まさにですねマリオっていう名前、ねあのイタリアのねマリオ・バーバーを思い出しますけど、もちょっとそういうタイトルがですねあのえマリオ・福田って出た時にですねあれと思ってですねあ、イタリアなんてねちょっと一瞬誤解したんですけど、ね日本語の人名ですよね。日本の人名ってこうローマ字で書くとですねまあ母音がありますよね。ということですので、ね意外にこのね日本語の 名前っていうのはイタリア人にも親和性があるのかななんてね、ちょっとこう思ったりしますね。ですのでね、日本人の名前をねイタリア語で書くと、こうまさにですね、ジャーロ風に見えるんだななんてね、あのもう冒頭からね、つかみは OK みたいな、変なところでちょっと感心したんですけどね、まあそんなところから始まってですね、まあ、ずっとね、あの冒頭にいろいろなあ,のつ,こあのつかみは OK みたいな話が出てきますよね。であとですね、あの 音楽ですね、音楽についてもですね、これがあのすごくね、あのなんていうんですかねあの、いかにもジャーロ風っていいますかねあの、ちょっと懐かしい感じですね。まあ、シンセサイザーだったりね、あのまあ、ベース風の、ベースまあ、シンセサイザーベースっていいますかね、そういったものをこうフューチャーした形で,です、ね、まあ、サウンドが非常にね、良、えー、かったですね。まあ、川口康弘さんがですね、あの音楽を書かれてますけどもですね、あの本当にむしろね、あのまあ、デモンズのクラウド・シモネティだとかですね、 一連のですねあの、作品をちょっと思い出すって、彷彿させるようなね、すごい出来ですよね。で音楽もですねあの、かなりこう、饒舌に使われてるんですね。まあ、むしろですね、そういったところがこうアルジェント風って言えば、音楽の使い方なんていうのはですねあの、非常にこう、アルジェントを意識してるのかどうかってちょっと分かりませんけれども、本当にこう、飽きさせないと言いますかね、こう、いろんなシーンでですね、 ああのまもともとャーロっていうのはこう、まあ、殺人事件ですね連続殺人事件が起きていくということですのでまあ、話としてはですね被害あの比較的単調と言いますかねこう単シンプルにですね構成されているというのがあのジャーロの特徴なんですけれども、まあ、まさしくですねこのあのマニアックドライバーの方もですねあのストーリーの骨格自体はですね極めてこう シンプルなんで、すねでその中でこうひねりがね、いろんなところに出てくるんですけれども、そういった中でですね、要するに見せ場をつないでいくという構成になってますけれども、そこでですね、まあ、音楽がねこう、やっぱり鳴るわけですね。それもですね、ちょっと個人的に思ったのは、ヘビメタがこう、ね、鳴っていくみたいなところと、オペラ座地の喝采ってね、ダリー・アルジェントの先がありますけどねあ、あれを彷彿させると言いますかね、こうある意味こう、場違いな感じもしないわけではないんですよね、あの音楽の使い方なんてね。だから、その場違いなところのなんか、饒舌感と言いますかね、このなんていうか、すごく。 大げささと言いますかねそんなところがですね、こうやっぱりジャーロの精神をね、えーと、具現化しているような感じなんですよね。まあ、そこがね、やっぱりこう今までにないと言いますかね、こう懐かしくした新しいと言いますかね、そんな感じがしましたね。えー、という感じですね。あとはですね、あの話について触れないというような形でお話ししなきゃいけないので、ちょっとなかなか難しいんですけども、えー、とこのね、制作。 始められたこの、ね、映画の経緯ということでね、お話ししたいと思いますけど、えー、とダリオ・アルジェントのですね、あのアルジェント研究会の15周年というのがね、あの開かれたときるんですけども、その時にですね、三宅監督がちょうどねあの、ゲストでね、ご登壇いただいてですね、私とこうあの映画監督から見たね、ダリオ・アルジェントというテーマでですね、まああのまあ、対談をね、やらせていただいたんですけど、その時にですね、マニアックドライバーのね、 あのお話が出てですね、いろいろとこう期待という、ね、形だったんですけど、まあ、それから少し時間が経っているということになりますけど、その後でで、すねもうあの撮影を開始したということなんですけども、まあ、いろいろな事情で,です、ね、でもともとのですねあの映画あの制作会社とはこう、ね、あのいろいろとこう、えー、まあ困難があったということで、まああのまあ、殺入ですよね、まあ、どういう話かということで、三、まあ、あ崎監督が語っているところによると、ですね、まあ、企画の出発点としてはまあピンク映画を撮りませんかというね、 お話があったということで、ある制作会社からですねオファーをのいたそうなんですね。で、ホラーを撮っていいんであれば、お受けしますということで、始まったということなんですが、撮影の開始ですね、そこの直前になって、ですね監督の主義、主張は入れないでくださいというような形で、ですね会社の方からそういうことを言われたということで、それであれば、ですね三崎監督自身がですねピンクをやる意味がないと。 いうことでああのまあ、それだったらということで,で、すね今回はということで、あの自主的な形でですねあの、まあ、制作中止になるのもね惜しいので、まあ、プロデューサーのです、ね、あかりまみさんが自腹で制作費を出してくれて、まあ、この作品を観察完成させることができたということをお話しされてますけど、本当にですねまあそういったあの紆余曲折があってできた作品ということなんですよね。で、まあ、その中でですね、まあ、非常にこう制作時間というのも限られているということで、もう本当にこう、 数日という非常に限られた時間の中で撮り終えたということなんですね。まあ、ただ映画見ると、ですねあのそんな短時間で撮ったのっていう感じがねして、ですねもうすごく充実してるねあのことですし、ですねむしろあの仕上げですよね、あのポストプロダクションと言いますけど、まあ、映画を取り上げてからあの、まあ、現在公開に至るまでの時間がかなり長かったわけですよね。まあ、そんなとところろろでですすねねいいい練りり上げると言いますか、ね、編集だったり ああのの少しですねあのいろいろ微調整といいますかね、そんなところがこうかなりですねあの入念にされているという印象を受けましたので、ですねあのそんなところからも私、ですねむしろ撮影をしてですねすぐ公開してしまうというよりは、ですね少し寝かせるといいますかね、素材を寝かせることによって、ですねかなり細かいところまでね手を入れられたんではないかということで、まあこう本当にねあのそういった形でこう練り上げられてるあの、素材を練り上げたという。まあ ところがねすごくあるんではないかなと思いますね。で非常にですね。まあ、それとこあの関連してお話しします,んです。撮影のこの撮影といいますか？あの上映時間なんですね。上映時間が非常にこう。そんな長くないんですよね。あの75分ということになりますね。で、まあ、あのどちらかというと長編映画としては？ 短いですよね、えー、と1時間15分ですからね、まあ、90分いかないですからねどちらかというとねあのそれほど長くない作品でですねなんですけれどもむしろこのたるみがないんですよね。あのまあ、ダリワルジャントの映画というのもこうむしろねあのよく筋書きがね練られてないとかこうね孤頭無形だとかって言いますけど冗長になるようなねストーリーをこうあの要するに説明のための説明のようなですねシーンを入れるぐらいだったらそういったねたるみのないところは 切ってしまううというのがねあのダリュアルジェントだったりユーロホラーだったりあるわけですけどもまさにですねこの映画もです、ね、あのたるみのない、ね、ところですよねでむしろですねこストーリーの展開だとかこう説明のところというのはこう、えー、と主人公によるね、あのー、セリフのモノローグですよね、まあ、そういったところをね、あのー、かなり対応してるんですけれどもそこでこう十分と言いますかねこう説明のための説明をやるぐらいだったらこう、ねあのーまあ、語らせてしまうみたいなところが、ね、あるんではないかなということで、まあ、こう飽きさせないと言いますかね音楽とね 説明のいわゆるモノローグとですね、あのいわゆる衝撃的なシーンですね、そういったところをつなぐことによってですね、飽きさせない作品になっているということがね言えるのかなと思います。で、何よりもですね、やはりこのジャロへのオマージュというねところで、まあ、色彩だったりね、そういったところがあのすごく大きいわけですよね。で、ちょっとあのそういったことであのジャロのお話をね、少しこう、まとめておきたいんですけども、あのジャロという流れですね、まあ、1960年代、まあ、マリオ・バーバーですよね、そして1970年代になると、えっ、ー、と、 ダリュ・アルジェントですね。まあ、が、こう、かなり、こう、頭角を表してきてですね、その後、こうね、ずっと続いてきて、まあ、ジャーロ自体はね、そのぐらいの、まあ、2000年に行く前にはね、ほぼ消滅してるジャールみたいなところがあるわけですよね。で、この中でもですね、まあ、あのダリュ・アルジェントはね、こうずっとこう一貫してジャーロを撮り続けてるわけですよね。で、まさにね、あの、タクシードライバーを描いた作品ということであればね、あの、エイドリアン・ブロディが出たね、あのジャーロというね、 あの作品もダリオ・アルジェントを撮ってますしね、あのまさにこのタクシードライバーの話といえばね、あのジャーロをちょっと彷彿させないこともないんですけどもね、ある意味ですね、あの、まああののまダリオ・アルジェントのジャーロに比べるとですね、あのタケ監督のジャーロのあのこちらのマニアックドライバーの方がね、やっぱりこう、えー、パワーね、パワーというものはあるのかなという感じはしますけどね、えー、という形ですね。ということでですね、あのいわゆるこう、 ジャーロの復活といいますかね、1960年代、70年代にこう流行ったですね、ジャーロというものがですね、まあ、最近ですね、2010年ぐらいからですね、あのまあ、ジャーロというものが多く作られるようになってきたということでですね、あのまあ、そういった兆候ってあるんですね、まあ、例えばあの、アメールという、ね、あの作品あの、日本語のタイトルだと戦場ですかね、そんなような形でですねあ,のあったりしてですね、いわゆるこう、 ネオジャーロと呼ばれている世界なんですけども、まあ、ジャーロ風ですし、あとネオンデーモンであるとかですね、まあ、そういった形でですねああのまあ、ジャーロ風といいますかね、まあ、往年のジャーロをね影響を受けたような作品というのがまあ、最近、ですね数々のものがねあの徐々に作られるようになってきたということですね。あの、まあ、ファブイ、えーっと まああの衣装をもとにしたファ,ブリファブリックという映画であるとかですねまあそんなところもありますしですねもう本当に最近になるとですねあのラストナイトイン奏法であるとかですねまあジェームスワンドですねあのマリグナントですよねそんな形もねあの控えているということでもうまさにですねあの今の時代ですねまあジャーロネオジャーロですよねがこうすごくねあの市場を席巻しているというのはね言えますねでそれをねあの松坂監督いち早く察知してですねまあジャーロの世界にね を作られたとということななんんですけどその辺の辺か先型性ですよね性っていうのがあるのかなと思いますね。本当に逆に言うと日本ではですね、あのマリグナントとね、あのラストナイトインソーフよりも先にこう劇場と言いますかこの、えー、映画祭で公開されたということで、宣、ま、伝、あ、を切るような感じになってるんですよね。まあ、そんな形でですね、その辺も何て言うんですかね、このあの時代の流れに、ね、合わせていくというイタリアの,、ね、あのフィローネの法則っていうのは小川っていうふうに書いてな、ね、い要するに同じ、あの市場で流行ってる作品をですね、 いち早く取り入れてね、いわゆるこう、まあ、ウエスタンが流行ればね、まカルニウエスタンにしたり、まあ、ゾンビ映画が流行ればね、ゾンビ映画をたくさん作るみたいなこう、イタリア映画の流れってありますよね。で、それに対してですね、まあ、これもあのなんかこう、こじつけみたいに見えますけどね、マニアックドライバーもこうネオジャーロの流れというのがね、かなりこう世界的に顕著なのでこう、まあ、ジャーロをね、あの入れるということからすると、むしろね、それ自体もね、 ジャーロのね、あの発想なのかなっていう気がしますね。そんなところでですね、すごく面白い作品になってますよね。まあ、あの、先ほどね、あのシンプルなストーリーって言いましたけど、それだけじゃなくてね、まあ,あのこれもなかなか言うことはできないんですけどね、まあ、ちょっとやっぱひねってると言いますかね、あのイタリア映画独特のひねりみたいなのってありますよね。これでいいのみたいなところもありますしね、あのあっけに取られるというところがね、あのイタリア映画だと結構多いんですけども、あのこちらもですね、やはりこうね、あの一筋縄ではいかないよというようなところがあるので、あの、 すごくねあのその辺のね、ひねりみたいなところも面白かったですよね。えー、という形でですね、まああの、三、えー、崎監督ね、もともとこう、私が一番最初に、あれからご一,一緒させていただいたのが、えーと、夕張映画祭で、まあかなり前なんですけどね、夕張の時にですね、えー、とあれはいつでしたっけ、サベロア・アベンジャーという映画が、えっ、ー、と、2009年になりますかね、その時にね、三崎監督も出品されていてですね、あのその時にね、あの一緒にこうね、 あのいろいろとこう屋台村といいますかね、そんなところに行って、あのいろいろと飲んで、一緒に飲んでもらったというのがありましたけど、まあ、その後ですね、まああの、ガン・ウーマン、女体重ですね、そういった作品もありました。えー、と2014年になりますかね、あちらはあの、えーと、夕張国際ファンタスティック映画祭の2014年の審査員特別賞を、ね、受賞された作品ということになりますよね。で、その後空手切るという作品がありましたけどね、まあ、そんな形でですね、あのやはりこう復讐といいますかね、復讐をこう、 ずっとね、一貫して復讐に対して、まあ、例えばこう身内だった奥さんを殺されたとかですね、えー、とそういう中でですね、えー、まあ、アウトロー的なね、一匹オオカミみたいな、えーと、主人公がですね、えーと、その復讐を果たしていくというようなね、ストーリーになっている映画というのが非常に多かったわけですが、まあ、今回もですね、まあある意味では復讐的な作品になっているというと、ね、まあ、そこをちょっとあのジャロなのでひねってはあるんですけどね、そんなようなところでね、まあ、一貫したねあの作風みたいなものもありますしね、まあ、ちょうどですね、あの この映画、三崎監督ですねあの、夕張国際ファンタスティック映画祭でも審査員をね、務められたことがありますのでね、まあ、そこに対する恩返しみたいなところもあるのかな、なんて思いますよね、えー。ということになりますね。ま,あ、まさにですねあの、これから公開にね、向かっていくということになりますけど、あのまだね、公開前ということですのでねあの、ネタバレもしちゃうといけませんので、まあ、語り尽くせないところたくさんありますけどね、今日はね、ちょっとあの、 感想と言いますかね。あの、思いつくままお話をさせていただきました。はい。えっ、ー、とね、今回は以上ということで、あの、させていただきたいと思います。あの、劇場公開されたらね、期待の作品ということになると思いますのでね、映画祭でご覧になられなかった方はですね、ぜひあの、近日公開される予定だと思いますので、ちょっとその辺の情報まだわかりませんけどね。あの、期待したいと思います。はい。えっ、ー、と、今回は以上ということになります。